かかると思ってんの、東京から。そうです。リュウジの動画。はい、どうも、いつもモッケだな、フロリュウジです。今日はですね、2月の26日ですね。26だね。うん。あ、ですね。26日でございます。26日土曜日なんですけども、僕の格好見てください。はい、ドン、ダーン。見えるかな、これ映ってんのかな、映ってるね。はい。はい、ダーンということで、ちょっとね、小綺麗にしております。私、アフロリュウジ。今日なんとですね、私、アフロリュウジの家でですね、面白いことがですね、こう開催されるということでございます。私アフロリュウジンチでまたあの伝説の番組が収録されるということで、今日テンション上がっております。その会場がこちら、ジャイアント。はい、すごくないですかこれ。去年かなもやったんですけど、山形の TUI さんっていうテレビ局で放映されていたローカル魂、マッコイ斉藤が応援バズッペ山形 YouTuber というですね、番組が、伝説の番組がですね、ありまして、こちらですね、なんと、今年もやるということで、私、アフロリュウジッチで、収録するんですよ。やばくない？ね。こんな感じになっております。すごいね。すげえ。めちゃめちゃ天気いいんだけど。やっぱ晴れ男なのかな？ね？晴れ男なの仕方ないよね。俺だって晴れ男、晴れ男ということでですね、こちらで、マッコイさんがですね、多分ここ立ち位置になると思うんですけど、ここにマッコイさんいらっしゃって、隣に大塩アナウンサーという方がですね、女性のアナウンサーがいらっしゃって、隣、萌蔵さん、そして、一番端っこがですね、僕になるというような、そんな、並び順になるんですけれども、今回もすごいね。これからね、スタッフさんとかがいらっしゃって、カメラとか、照明とか、みたいなのをですね、準備するということでございます。なんかすごい甘噛みしてたけど、今。はい。でね、一応、僕ん家、綺麗にはしてるつもりなんですけど、これから、皆さんがね、来ても、失礼のないように、ちょっと、お掃除とかをね、しながら、待ちたいと思います。あー、緊張する。よし。じゃあ、ちょっとお掃除します。掃除機はかけ終わったんですが、ちょっとまだね、ここら辺が乱雑なので、車庫とかに持ってきながら、ちょっと綺麗にしたいと思います。はい、ということでですね、一通り整理整頓が終わりました。おはよう。親父が来たよ。映ってもいい？親父が来ました。あ、おはよう、おはよう。おはよう。誰？いや、そう、そう、今撮ってたの。あ、そう。うん。あ、だ！あ、ありがとう、ありがとう。ちょっと避けとくか、しら。なんなぁ。ということで、いい感じにね、整理整頓がついたんですが、消毒も少ししました。多分、準備万端かなと思うんですけど、このままね、少し待ちたいと思います。はい、お昼になりました。ちょっと食べちゃったんですけど、地元朝日村の菅原精肉店さんの唐揚げ弁当ですね。ありがたい。いただきます。この唐揚げがね、うまいのよ。うん、味付け抜群にうまい。これから、タレントさんたちがうちに来るという感じです。緊張と、あとどんな感じになるのかっていうのをですね、台本をね、台本をこれ読みながら待とうと思います。はい、ということで撮影終わりました。めちゃめちゃ緊張したね。どういう感じに仕上がるのか、本番見てる方は、ね、どうなっているかわかると思うんですけど、中のハプニングも入ってんのかな。
というところもありましたので、ぜひ見ていただけると思います。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。撮影を終えていかがですか？はい。とても楽しい撮影でした。はい。そうですね。アフロさんの T シャツもいただきました。ありがとうございます。寝巻きにします。あ、ぜひ寝巻きにしてください。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しい収録をありがとうございました。くたくたになりましたね。アフロさん、ありがとうございました。どっちかわかんない。ごめんなさい、失礼しました。はい。ということで、はい、本当にお世話になりました。お世話になりました。ぜひまた機会があれば、どこかで共演させていただけると。お会いできるのを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。なんで俺を撮るの？一緒に共演したので、お願いします。終わりじゃん。だってお前の YouTube ゼロなんて一緒に言ってないから。この前出てくれたじゃないですか。やめてよ、そういう外泥的な、なんか泥棒だからね、お前やってることそれ。泥棒じゃん。違います。俺がなんか寒河市のチェリーランドのイベントの時の動画がお前の上げた歴代の動画の中でダントツトップだからって。なんで俺をそうやって映そうとするの？正直言うと、数字が取りたいです。なんで数字が取りたいって俺がなんで付き合わなきゃいけないのって、アフロ T シャツまで配られてさ、切ろうみたいな。嫌だよ俺。お願いします。もう取らないで。本当にありがとうございました。え？何時間かかると思ってんの、東京から。そうです。え？はい。やめてください。何？アフロ君はどこで寝泊まりしてるの？あ、僕は2階です。この、2階なの？はい。え、来るんですか？やっと！僕、いや！これ一人？あ、そうです、そうです。一人で住んでるのに布団多くない？あの、友達めちゃめちゃ来るんですよ。ここで寝てるの？はい。すみません、汚くて。あ、ここはアフロ君寝てんだ。そうです、そうです。へぇー。こんな場所でやってますね。そうなんだ。ゴミ捨てないでください。蹴ってるし。あ、ねえなぁ。すいません。ここに誰か来ると思ってました。いやいや、部屋をきれいにしなきゃダメだよ。はい。もっときれいにした方がこう、やる気になるじゃん。おしゃれな部屋にするとか。はい。もうほら、振ったものここで、編集ここでしてたら。恥ずかしい。ダメよ、アフロ君。汚いよ。これじゃお前、女の子に持てないよ、このぐらいじゃ。もうずっと正座してたからね。大丈夫です。はい、ということでですね、収録終わりまして、皆さんですね、撤収した上でですね、動画撮らせていただいてるんですけれども、いやーさあ、本当にね、マッコイさんは面白いですよね。本当にすごいなと思いますし、あと大塩アナウンサーとか萌蔵さんもね、本当に綺麗でね、顔ちっちゃいのよ、本当に。もうこんぐらいじゃないかぐらいの。顔のちっささと、あと花のある感じ。花がこう、キラキラーってある感じがね、素晴らしかったなと思うんですけれども。ということでね、僕ん家でですね、収録をさせていただいた、こんなですね、バズっぴ山形 YouTuber 第2弾ということで、させていただきました。マッコイさんがね、いろんなところでこう、ぐる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 回ったりとか、僕の、机に、書いてたりとか、映すなって言われたところを、すいません、使っちゃいました。すいません、ありがとうございました。ということで。いろんな面白い場面がですね、この自宅でですね、開催されてるということでございましたが、今後もですね、ぜひ、僕んちの YouTube で、撮りますし、遊びに来れるような形にしていきたいと思ってますので、ぜひそちらも、楽しみに待っていただければなと思います。それでは、また別の動画でお会いしましょう！じゃあの！バイバーイ！今日の動画はどうだけ？面白いっけが？今日も見れくいでありがとうの！チャンネル登録もよろしく！せば、まだ見てのー。